こんにちは、ゴルフスイングコンサルタントの吉田博一郎です。今回は垂直軸についてご紹介をしていきたいと思います。皆さん、ゴルフスイングをイメージするときに軸というと、こういう垂直の軸、地面に対してまっすぐの軸をイメージされる方多いと思います。このような感じで体を回していくということなんですけれども、まあ、この軸の動き、これをですね、自分のこのねじる動き、これで行ってしまうとなかなかうまく回転ができないということになります。なので、この垂直の軸をどうやったら早く回せるかということを今回ご紹介していきたいと思います。このように自分の体をこう回す、まあ、上半身であったり体幹であったりだとか、そういったところをこういうふうに回すと、まあ、かなりこうきついと言いますか、早くこう回そうと思ってもなかなかこう難しいということがあります。ですが、この下半身を使うことで体を早く回すということができるわけなんです。これはトルクという原理なんですけれども、まあ、竹トンボをイメージしてみてください。竹トンボを持って、この真ん中ですね、これ体だと思ってください。体を回転させるときに、まあ、こういうふうに竹トンボのような動きをすると速く曲がります。でも、この軸自体をこういうふうに手で回そうと、まあ、こちらでもいいんですけれども、こういうふうに回そうとしてもあまり速く回らないということがあります。なので、この右手と左手、これ右足と左足と考えていただくと、右足と左足でこのように前後に動かすと、真ん中の軸は非常に速く回転していくということになります。このトルクの動きをスイングに応用すると、この体の軸を回転するために、右足左足の動きを前後に行っていただく。そうすることで、この体が勝手に動きます。バックスイング、右のかかと、そして左のつま先にかけると、自分で体を回そうと思わなくても勝手に腰は引けていきます。そして逆ですね、フォローサイド、こちらも左かかとに乗って右つま先に行くと、勝手にこういうふうに回るということがあります。ですから、腰を回そうと思って腰だけはこういうふうにぐっと回すよりも、足を使えば簡単にストレスなく回るということがあります。なので、腰をぐっとこういうふうに回そうと思わないで、足を使って体を回してあげる、この軸を回してあげるということで、体の回転スピードも上がりますし、楽に体を回すということができるわけです。なので、この軸回転は足を使ってトルクで回転させるということ、これを行っていただけると、より早く正確に軸回転を行うということができると思います。